フランシスコ会、またはフランチェスコ会は13世紀のイタリアでアッシジのフランチェスコによって始められたカトリック教会の修道会の総称であり、講義には第1回、第2回、第3回を含む。現在、その活動は全世界にわたっている。競技には男子修道会、すなわち男子修道士による拓発修道会である。 第一回に相当する3つの回のことを指し、特にその中の主流派である、改革派、フランシスコ会のみを指すこともある。この3つの回はいずれも、小崎兄弟会、オルド・フラトラム・ミノーラムの名を冠している。また、イングランド国境会系の成功会でも、フランシスコ会が組織されている。フランシスコ会は、無所有と製品を主張した、フランチェスコの精神に基づき、 染色を施さない、修道服をまとって活動している。アッシジのフランチェスコ生前に、フランチェスコを描いたと言われる肖像13世紀前ように、活動した成人アッシジのフランチェスコは、男子修道会である第1回、女子修道会である第2回、在族信者の会である第3回をそれぞれ創設した。男子修道者の会である第1回は、1209年頃、 中部イタリアの圧ア死ジで成立し、1210年に教皇インノケンテウス三世によって、第一回則の認可を経て、その創設承認が公約され、1221年のフランチェスコ自身による第二回則の制定の後、その修正を経て、1223年、教皇ホノリウス三世によって、正式に認可された。第二回則を受け入れた人々と拒んだ人々は、 この後長く争うこととなり、幻覚派は代々のローマ教皇に活動を禁止された。また、幻覚派の中のいくつかの主張は異端として退りけられてきた。フランシスコ会の修道士から生まれた中世の神学者、スコラ哲学者に、ボナベントラ、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス、オッカムのウィリアムらがいる。また、大都市に修道院が作られることの多かったドミニコ会に対し、 フランシスコ会は小都市に設立されることが多かったことが確認されている。感想的な女子修道者の会である第2回はクララ会とも称され、1212 12年にアッシジで創設された。この修道会の中心となった女性がフランチェスコに、とって最初の女性の弟子となったアッシジのキアラであり、修道女たちの活動の中心となったのが、 アシジ公害のサンダミアの修道院であった。この修道会は1253年、キアラが没する二日前に、教皇院のテウス4世の許可を受けた。第3回が創設されたのは1221年頃で、世俗にありながら、拓発修道士や修道所と同じ理念に従い、同じ誓願を立てたいと望む信徒のために作られた団体であり、立集会、修道所会、在世界からなる。 この会は1447年、教皇ニコラウス5世の許可を受けている。抗議のフランシスコ会は以上3つの会の総称であるが、競技には第1回のみをフランシスコ会と称する。さらに、フランシスコの死後、第1回は、小崎兄弟会、コンベンツァル聖フランシスコ修道会、カプチン、フランシスコ修道会の3つの会派に分かれたが、再競技の フランシスコ会は、以上の内改革派、フランシスコ会、小崎、兄弟会を指している。フランシスコ会の基本理念は、貧しいイエス・キリストの生涯を反として、その福音を使徒と、同様忠実に生き、ローマ教皇に対してはあくまでも従順を貫き、人々に、神の国と改修を説くことにあった。彼らは添いに、裸足で宣教しながら、各地を巡り、特に会として、 個人として一切の所有権を放棄し、貧しい中で手仕事により、生計を立て、不足する部分については他者の記者に頼った。フランシスコ会は同時代に設立されたドミニコ会と共に、居住する家屋も食物も持たず、人々の施しに頼ったところから、宅発修道会ないし、古事記相談と呼ばれ、どの教会管区にも属さず、ただ、ローマ教皇にのみ属した。 フランシスコ会は製品と禁欲の生活を理想としており、その戒律はベネディクト会のものと大きな点で相違はなかったが、ただしこれを文字通りにまた徹底的に実行した点で従来のベネディクト派の修道会とは異なる性格を有している。1221年に作られたフランシスコ会の改則は以下のような内容である。我らの主イエスキリストの福音を守り、 服従のうちに生き自分のものな何も持たず、常に定説のうちにあらんことを。修道士は頭巾付き上着一枚だけ持ち、履き物は必要なものだけに許される。衣服は着古したもので、袋地かボロで継ぎ剥ぎ去るべきこと。高価な衣装を着、微味な飲食物を食べている人を見ても軽蔑したり、ばいたりしてはならず、むしろ自分自身をばき軽蔑せよ。 直接にせよ、間接にせよ、金銭を受け取ってはならず、何者も所有せず、製品と献上のうちに主に使え、記者をこうことを恥じず、製品を友とせよ。インノケンティウス三世と越見する、フランチェスコ一行聖者。フランチェスコの活動の舞台となったアッシジは、イタリア半島中部ウンブリア地方の古い外資であり、フランチェスコは、アッシジの富裕な、毛織物賞。 ベルナルド・オネケの長男として生まれた。若い頃は宝刀生活も経験したフランチェスコは、1206年、サンダミアの教会の十字架から、早く行って、私の壊れかけた家を建て直しなさいという声を聞いて、決定的な改心に至り、その神の刑事通り教会の修復から本格的な宗教活動を開始した。フランチェスコは拓発しながら、平和と愛、製品を唱えていくうち、 次第に互いに、兄弟と呼び合う同士が増え、12人の仲間と共に、小崎兄弟の修道会と名乗るようになった。12人の仲間とは、クイーン・タベルテのベルナルド・カッターニオのピエトロ・エジディオ、サッパティのモリコ・カンペドのジョバンニ・フィリッポ・ロンゴさん、コンスタンォのジョバンニ・バルバロ・ベルナルド・アンジェロ・ディ・タンクレディ、シルベストロであった。集まった弟子の羊は様々であった。 法学博士の財産家がいれば制度参事会の法律顧問がおり、騎士もいれば、被災や農民もいた。この集まりはまた、当初は正式な組織ではなく、フランチェスコ自身も聖職者ではなかったが、1209年にローマ教皇インノケンティウス3世の認可を得て、活動するようになった。インノケンティウス3世は、放置しておけば、ローマ教会への批判勢力となりかねない。 フランチェスコたちの製品運動をむしろ積極的に保護下に置いた方が良いとの判断に基づいて認可を与えたものと考えられる。これにより正式な修道会となったフランチスコ会はその後もローマ教会に対する忠誠を長く守り続けていった。第二修道会の中心となったアッシジのキアラ1215年にはアッシジの有力貴族の即女でありながら 家を飛び出して、フランチェスコに従ったキアラを中心に、第二修道会が活動を始めた。また、1221年頃には、在族の償いの兄弟姉妹の会が組織された。この在族の会の創設は、フランシスコ会ならではのものであり、フランチェスコ自身の強い意向のもと創設されたものだが、歴史的にも大きな役割を演じた。なお、 12世紀以来、一般信徒の中では、俗語訳の聖書を読み、それについて、互いに語り合って、信仰を深め合おうとする運動が起こっており、ワルドー派やフミリアーティはそうした、新しい言葉への期待を察知して、運動に応えていったが、教会はむしろワルドー派を波紋に処すなど、信徒の信仰生活の中で生まれた気球に十分に応えることのできない状況にあった。しかし、 1200年前後には、ペトルスカントールを中心とするパリの神学者たちが、新しい社会からの要請に応えた私牧の神学を模索するなど、一つの転機を迎えていた。フランチェスコの改心とフランシスコ会の創設は、そうした最中に行われたのであった。1215年、フランチェスコは、教皇インノケンティウス3世の主催する第4、ラテラン公会議に、 修道士のドミニコと共に招かれ、ローマを訪れた。フランチェスコの教会組織における異界は、最も低い女性に過ぎなかったが、彼の出席は、教皇権とフランシスコ会の将来にとって、大きな意味を持った。第四ラテラン公会議はまた、ペトラス・カントールらの進学に、制度的な形を与えたのであった。このリウスに解くフランチェスコ・フランチェスコは、足地の聖母、 マリアの礼拝堂の修復後、毎年、礼拝堂の剣道記念日に礼拝に訪れた人に、完全な免称を与えるよう、ホノリウス三世に頼んだ。上述の通り、1209年、小崎兄弟の修道会設立について、インノケンティウス3世より承認を受け、この時の簡単な快則は、原始快則ないし、第一快則と呼ばれるが、急速に発展する。 修道会内部の問題に対処するにはあまりに簡素に過ぎたため、1221年には改則の改定が行われた。しかし、この改則は教皇ホノリウス3世の認可を得ることができなかったため、新たにホノリウスの副神ウゴリーノ数ー教などの協力を得て、教会法の規定を取り入れた改則を制定し、1224年に教皇、 ホノリウスの教書によって認可された。これにより、同産、不動産一切の財産取得と所有の禁止を盛り込んだ、宅発形式の福音活動が実践されることとなった。インノケンティウス3世の口頭での約束からホノリウス3世の正式認可までの十数年間のフランシスコ会の発展ぶりは驚異的なものであった。 1216年に正式に認可されたドミニコ会の会員が、1217年頃はまだ20人程度の仲間しか持たなかったのに対し、口約束で認められただけのフランシスコ会は同じ頃、すでに数千人の同志を集めていたのである。彼らは都市を中心に説教と告白弔問を行い、各地の司教の許可がなくても自由に説教することが許されていたため、 しばしば教区の在属聖職者と対立したが、彼らが発展させた人間、イエスやその聖母に対する新しい信仰心は、中世後期の民衆キリスト教の成熟に大きな影響を及ぼした。1226年のフランチェスコの死後、第二大総長となったのが、ジョバンニ・パレンティであった。その死後も、フランチェスコの人柄を慕う数多くの弟子たちが、 続々と修道会のもとに集まり、灰色の頭巾付きの修道服に帯紐を締め、裸足にサンダル履きの質素な身なりで苦行に近い、製品な生活を送りながら活動の規模を広げていった。1232年にはコルトナのエリアが第三大総長となっている。最初期のフランシスコ修道会の組織は、終身の総長のもとに全会員に対して責任と権限を持つ、 中央集権的なものであったが、第三代エリア総長の時代、彼の強権的な修道会運営に反対運動が起こり、1239年の総会議からは、各地の管区に大幅な裁量を認める、地方分権的な組織体制が取られるようになった。この運動で、指導的役割を演じたのが、後に第五代総長となったファバーシャムの灰もで、彼はこの地方分権体制を、 ドミニコ会の組織に習ったという。フランチェスコの死後の100年間でフランシスコ会の会員数は3万人を超えるまでに膨れ上がった。当時のフランシスコ会の成長の背景として考えられるのが都市化とそれに伴う人々の宗教的欲求の変化であった。すなわちフランチェスコの始めた製品運動がこのように短期間で巨大な広がりを持ったことは 新しい言葉の担い手を希求していたローマ教会の講演によるばかりではなく、フランチェスコ自身の個人的な改心の体験が、当時の社会、特に都市における信仰エリートの抱えた精神的な危機を体現したためであり、また、その危機に一つの形で応答したからであったろうと考えられるのである。都市化の進展により、人々は旧来のような農村共同体を基盤とする、 教区協会を中心として、司祭を唯一の魂の導き手とするような信仰生活では飽き足らなくなっており、その一方で、新しい産業の勃興、新職業の成立、貧富の格差の顕在化、無軌道な営利追求や背景主義、性的保障など、都市化そのものが引き起こす諸問題に直面するようになっていた。こうして、信仰の内面化が進行し、 個人としての信仰の確立が求められるようになったのに加え、それと都市生活との折り合いを図る必要が生じた。ローマ教皇庁もまた、卓八修道会が一所定住の規定を破り、過激な福音主義を得点では、異端に近い要素を抱えていたことを承知しながらも、このような動きをうまく利用することで、異端の消滅と市民の共同という当時教会が抱えていた。 最も重要な懸案を共に解決することが可能であるとみて、これを承認し、時には支援したと理解される。実際上も、フランシスコ会は、ドミニコ会堂様、異端審問官として活動することにより、異端に対する強力な防波堤となったのであった。しかし、フランシスコの会心は極めて個人的で、また彼にとって、極めて実存的な経験だったのであり、実のところ、 これほど、教団組織の発展に馴染まないものはなかった。フランチェスコ本人が経験した、その直接性は、彼の存命中に、すでに修道会の発展の前に力を失いつつあり、フランチェスコ自身もそれに気づき、彼は裁判年、自らの創設した修道会の運営を他者に任せて自分は、少数の最初から同志と共に、飲酒士の生活を送った。その間彼は、 遺言も書いているが、その遺言とは、改則は、福音書におけるキリストと市との生活を示したもので、あり、一切の注釈も加えずに、それを実践すること、及び教皇から、いかなる特権も受けないことであった。歴代教皇からは、この遺言は目殺され、そして、修道会は、フランチェスコ自身が懸念した方向に向かっていったので、ある。 パドバのアントニオ設立当初のフランシスコ会は、修道士の割合が非常に高く、司祭や神学者など、共同職にあるものは、ほんのわずかであった。そうした中で、リスボンに生まれ、フランシスコの思想に共鳴して、フランシスコ会に初期の段階で入会し、後に、教会博士とされた、パドバのアントニオは、数少ない神学者の一人であった。 初期のフランシスコ会に共同職が少なかったことには、創設者のフランチェスコが貧しさを来賛することにかけては徹底しており、物質的な豊かさのみならず、精神的な意識的な豊かささえも認めなかったことが影響している。この点は、同じ宅発修道会ではあったが、学問や理論の重要性を認め、当初から聖書研究や進学教育が盛んであった。 ドミニコ会とも異なる点であり、フランチェスコ自身は心貧しいことこそ神のお心にかなうと主張し、修道士に学問や書籍は不要とさえ述べたのであった。しかし、フランシスコ会は一方では当初より説教活動を活動の中心に据えており、また当時の異端思想との対決の必要性からも次第に神学的知識が必要とされてきた。 ローマ教皇庁もドミニコ会と共に異端撲滅への寄与をフランシスコ会に期待していた。こうしてフランシスコ会はドミニコ会の影響もあって学問研究に関心を強めるようになった。1235年、イングランド出身でパリ大学の教授であったヘールズのアレクサンデルがフランシスコ会に入会したが、このことがフランシスコ会において 神学的研究の土壌が形作られる契機となった。また、1239年から第4代総長の地位にあったピサのアルベルトは、司祭出身の初めての総長であった。この後、フランシスコ会は、司祭修道会としての性格を強めるとともに、さらに学問研究にも力を注いだ。1240年にファバーシャムのハイモが第5代総長となると、 進学研究はますます盛んになり、各地の管区で研究機関や学校も徐々に整備されていった。しかし、本来的な製品運動を重視する原理主義的な会員の間からは、こうした学級的傾向に対する不満の声も上がり、これら少数派は、口述のように、修道会内で異端運動を起こすようになり、製品論争を引き起こす原因となった。 1244年には、イエージのクレセンチオが第六代総長となった。ヘイルズのアレクサンデルは後に、スコラ哲学の一潮流となる、フランシスコ学派の祖となった。彼のもとに学んだ、ドミニコ会修道士のトマス・アクイナスとフランシスコ会のボナベントラは共に著名な神学者であるが、ボナベントラは、プラトン主義に基づいて、反形論と証明論を唱え、 アリストテレスの思想に依拠するトマス・アクイナスの学派と共に神学上の二大潮流を築いた。ボナベントラとトマス・アクイナスの間では特にアリストテレスの需要をめぐって互いに対する深い友情と尊敬の念を貴重としながらも鋭い論争が繰り広げられた。フランシスコ海総長からローマ教皇となったニコラウス四世。 ボナベントゥラ以後では、オックスフォード大学のドゥンス・スコットストークカムのウィリアムが、フランシスコ学派の著名な進学者である。オックスフォードからは、他にロバート・グロス・テスとロジャー・ベーコンが現れ、イギリス経験主義哲学の基礎が築かれた。なお、ボナベントゥラの後を引き継いで、フランシスコ会総長となったジロラモ・マッシは、1288年、ニコラウス四世として、ローマ教皇に遠くらいし、 死去する1292年まで教皇職にあった。このように、フランシスコ会は、会の認可から80年も経たぬまでの間に、ローマ教皇として等くらいする人物が現れるほどの大成長を遂げることとなったが、足地のフランチェスコが本来語っていた製品とは、個人としても、共同体としても、いかなる財産をも所有することなく、もっぱらし工業生産と、 人々からの宅発によるその日暮らしの漂白の偉人として巡礼者として生きることを意味していた。しかし、フランシスコ会発展に伴って、フランシスコ会主は都市における死獄の役割を担うようになり、説教のための拠点と空間を所有し、学問研究のための設備や手段を備えることが必要となってきた。フランシスコ会は13世紀中央頃までに、 歴代教皇の恩子によって、私牧活動における諸々の特典を認められており、それが各地の司教の反発を呼ぶほどとなっていた。1279年に教皇ニコラウス3世がエクスイト、これが問題とされたのは、この時期の貨幣経済の進展によって、司教たちが秘籍の重要など、私牧活動に収入源を大きく依存するようになったことと、 フランシスコ会への特典がすべて教皇の個人的な恩恒によるもので、教会法上には何ら規定がなく、法的位置づけが曖昧な状態のままになっていたことにあった。1300年、教皇ボニファティウス8世は、教皇直書、スーペルカテドラムを出してこの問題を決着させようとし、調剤や葬儀に関わる限定的な一部の規定以外の特典を廃止する決定を下した。しかし、 これに対するフランシスコ会側の反発は大きく、1304年に、ボニファティウスの教職は一旦撤回されたが、教皇クレメンス五世の時代に、教会法への規定が盛り込まれることとなった。その一方、ローマ教皇によって認可され、教皇庁により、各種の特権を与えられ、教会法に位置づけられるようにもなった、フランシスコ会は、今や、完全に、 教会ヒエラルキー内部の一つの制度と化した。その中で、フランチェスコが述べた、キリストの製品の思想は、教会法やスコラ哲学によって、再解釈され、ますます思想的生命を失ったものとなり、現実から離れた一つのイデオロギーへと出していった。なお、13世紀中4以降から14世紀にかけての、時期、モンゴル帝国に派遣されたプラノカルピニ、ウィリアムルブルック、 ジョバンニダ・モンテコルビーのジョバンニデ・マリニオリはいずれもフランシスコ会出身の修道士や司祭であった。スピリトゥアル主義に影響を与えたフィオーレのヨアキム、フランシスコ会は教皇によって教会制度の中枢に結びつけられ、キリストの製品は制度化された。フランチェスコ晩年にはイタリアからヨーロッパ各地へと説教活動が拡大し、教区での士牧活動が本格化していく中で、 早くも、フランチェスコ自身の一種ユートピア適応性を、包含する快速の厳格な適用を緩和しようとする、動きが起こっているが、ローマ教皇庁はそれに対し、積極的に緩和の動きに応じている。それは、修道会組織の強化のためには、無所有を胸とする快速の厳格な適用が大きな、障害となったからであり、第二快速の改正に携わった、グレゴリウス9世と、 1243年から強行となったインノケンティウス4世は一連の強行直所を発して、無所有の絶対的製品の原則と物質的必要という現実とを調和させるための法的解釈を導入した。それは、財の使用と所有を区別し、財の所有は認められないが、逆減すれば、製品は法的解釈として所有権の放棄とみなされ、 修道会が使用する財産の所有権は教皇座に帰属し、フランシスコ会は教皇の財産を使用するだけであると理解されるようになったのである。そして、この立場は、ボナベントラ製品用語論によって理論化され、上述のニコラウス三世の教直、エクスイットクイセミナートでは、ローマ教会の公式見解とされた。こうして、所有と使用を区別することによって生じた。 無所有という虚構の上に、現実には、修道会に寄贈された財産を自由に利用できる、道が開かれた。一方、1241年、内視1243年に、フィオーレの司教が神聖ローマ皇帝のフリードリヒ2世に、圧迫されて、ピサのフランシスコ会修道院に逃れてきたとき、フィオーレの弱気無の著作を持ち込んだと言われる。フリードリヒ2世は、 ローマ教皇と対立し、インノケンティウス4世から破門されているが、いずれにせよ、ここから異端となったヨアキム主義が、フランシスコ会修道士の一部に蔓延するようになったものと考えられている。1255年、フランシスコ会士のボルゴサンドンニーノのゼラルドによってよ、アキム主義的な永遠の福音入門が出版された。教皇アレクサンデル4世が、ヨアキム主義を公式に断罪すると、 フランシスコ会の第七代総長パルマのヨハネが弱キ無主義に好意的であったことから指断され、1257年、神学者として知られるボナベントラが新総長となった。聖ボナベントラフランシスコ学派を代表する神学者。第八代総長ボナベントラは、常述のように13世紀スコラ哲学を代表する神学者であり、また、カトリック教会内部における、 フランシスコ界の地位を確固としたものにした業績で知られている。彼は製品用語論でフランチェスコの製品の精神と修道界の財産保持が両立可能なものであることを主張したが、その際、宗教生活としての製品の価値をなおも維持しようと努めた。ボナベントゥラによれば、財の使用は人間の自然に基づくものである以上、現世においてはその放棄は 不可能であり、イエスや人たちの製品生活も、財使用そのものの放棄なのではなく、あくまでも所有権の放棄だったはずである。しかし、財の使用はあくまでも生存に必要最低限な、ものであるべきであり、それはイエスが実践したものと一致しなければならない。これが、キリストの製品のよって立つ意味である。ボナベントラは、このように述べて、理想と現実の間に、 微妙な均衡を設定しようとした。しかし、製品の緩和化のもたらした気結は甚大なものであった。フランチェスコ個人にとって、イエス・キリストとの神秘的な合一の体験でもあった。製品は、所有権の放棄という法的形式に過ぎないものとなり、人々の宗教生活のあり方としては形式化、形外化を免れなかった。製品はまた、逆説的にもローマ教皇の財産所有権を、 前提にすることとなった。フランチェスコの遺言に忠実で、アッシジの聖者、フランチェスコに対する強烈な記憶を鮮明に保持している人々は、こうした事態に直面して、次第にフランシスコ界の体制から離れていったのである。13世紀後半に、北イタリアと、特に、ラングドックを中心とする南フランスで、この弱気無主義の影響を受けた、フランシスコ界の少数派が、 製品の厳格な実践を唱えるようになった。これをスピリトゥアル主義と呼んでいる。二つの党派は1280年頃までに分裂した。緩和を推進する修道会指導部を中心とする主流派はコンベントゥアル派と呼ばれ、製品をもっぱら法的な観点から理解し、それが所有権の完全放棄のみを意味するのであり、財の使用の制限は義務ではなくあくまでも 努力目標に過ぎないと主張した。急進的なスピリトゥアル派は、これに対し、快速の文字通りの実践、すなわち、アッシジのフランチェスコが生存実践していたような裸のキリストには裸で従うという生活実践としての製品を主張し、財の使用における貧しさがなければ製品の名に値しないと主張した。北イタリアのスピリトゥアル派は、 1280年以降、フランシスコ海内部で弾圧を受けたが、後に許されて、教皇ケレスティヌス5世によって、教皇、ケレスティヌスの貧し均等ンン者として分離が許された。ただし、存命中に退院した、ケレスティヌスの後継教皇で、ケレスティヌス退任にも関わったと言われる教皇、ボニファティウス8世は、これを断劾した。製品論争における、 スピリトアル派の理論家として知られるのが、ペトルス・ヨハンニス・オリービである。オリービが唱えた、貧しき使用論は、問題の本質が法的権利の遺憾にあるのではなく、宗教生活の実践にあることを主張し、厳格派の人々からの絶大な支持を得た。オリービによれば、貧しき使用こそが、フランシスコ会の本質であり、修道会に加入する際の誓願に、 絶対的義務として掲げられている条目である。それゆえ、それは、あらゆる機会すべての行為において、全面的に営まれていかなくてはならない、実践項目である。その厳格な製品を実行に移してこそ、人間は、世俗の財への執着を滅ぼして、この世から離脱して、霊的に自由な身となるのであって、それこそがいわば人間の霊的完成の条件たり、売るものであった。 彼らは、聖人、フランチェスコのカリスマを絶対視し、その快速をキリストとの神秘的な一致に由来を発していると考え、快速は、キリストの福音と同じである、とした。それゆえ、返したる者、フランチェスコの遺言に忠実で、裸のキリストには、裸で従う製品を文字通り実践していかなくては、ならない、と考えるのである。したがって、彼らが、 強行特権に依存する修道会のあり方に反対するのも当然であり、オリービ自身はあくまでも修道会に留まって製品実践の道を模索したが、彼の影響を受けたスピリトゥアル派は修道会の外部に独自の集団を形成しようと試みた。コンベントゥアル派とスピリトゥアル派の対立が先鋭化し、前者による公社迫害と公社の分派活動が明白になったのは、 1280年代のことである。上述のようにスピリトゥアル派の中心は南フランスと北イタリアであった。カイソフランチェスコが活動したアッシジを含む中部イタリアは他地域にもまして彼の実績が濃厚な記憶として残っていた。イタリアのスピリトゥアル派は早い時期より迫害され、修道会から分離し、やがて流浪の実となり、 スピリチュアル派の立場に共感するアラゴン王家のフェデリーコ二世が統治するシチリア王国へ逃走した。彼らはフラティジェリ・フラティシェリーと称されるが、製品論争の表舞台からは姿を消した。また、北イタリアのスピリチュアル派は指導者、アンジェロ・クラレーノの名前からクラレーニと呼ばれ、後にオブセルバンティス改革派に合流した。したがって、製品論争の中心となった、 スピリトゥアル派の拠点は南仏のラングドックであった。ラングドックでは1280年代からオリービが迷信的なセクトの頭目と非難され論争が激化した。彼の教えはスピリトゥアル派の修道士たちに霊感を与えただけではなく多くの在族の信徒の支持も集め一つの宗教運動を巻き起こしつつあった。しかしそれゆえに警戒感を抱かれオリービの著作は 禁書となり、スピリトュアル派の修道士は追放され、監禁されるなどの迫害に遭遇した。スピリトュアル派の指導者の一人であるカザーレのウベルティーノによれば、14世紀初めの10年間で300名を超える、開士が迫害を受けたという。幻覚派として出発したスピリトュアル派の一部の修道士は、第一快則を厳守して、絶対の製品を守るべきだと主張し、また、 代々の教皇は、フランチェスコ会の内紛の仲裁を依頼した。アビニョン教皇庁1303年、アナーニ事件の直後教皇ボーニファティウス8世が死去し、ベネディクストゥス11世が遠くらいしたが短期間に終わり、数期教団が分裂して、教皇選挙の実施に混乱が生じた。また、アナーニ事件の事後処理に絡んで、フランス王国の王フィリップ4世の干渉によって、 1309年、教皇庁がアビニョンに移るという事態が生じた。アビニョン教皇庁での初めての教皇となったフランス出身のクレメンス・五世は、ラングドックのスピリトゥアル派に対し、比較的好意的な態度を示した。1309年、スピリトゥアル派支持者からの求めにより、教皇は教皇庁内にフランシスコ会の問題を調査する委員会を設け、 両派の代表をアビニョンに招いた。両陣営の代表は、それぞれの立場を主張したが、クレメンス五世の好意的な姿勢により、スピリットアル派の修道士は、他の会員たちとは異なった生活を続けることができたのである。しかし、両陣営の立場の違いは、そのまま教皇の教会法的権威か、それとも聖者、フランチェスコのカリスマか、 究極的にはどちらを権威とするかという対立に連なっていた。クレメンス5世主教後2年の空位期間の後、1316年、ヨハネス22世が教皇として遠く来した。アビニョン教皇庁の新教皇ヨハネス22世は、1317年、ついに製品論争への決着をつけた。彼は、ナルボンヌとベジエのスピリトゥアル派修道士に対し、 短い創意を捨て、総長に服従すべしと命じたのである。短い創意とは、スピリチュアル派の貧しき使用実践の象徴となっていたもので、これを捨てることは彼らに、自身のアイデンティティを放棄するよう命じたものに、他ならない。そして、両所のスピリチュアル派61名を名指しで呼び出し、10日以内に、アビニョンに出頭して、教皇の前で、先の命令に対して返答すること。 サモンを拒否する者は、波紋に処することを申し伝えた。ナルボンヌとペジエの修道士たちは、アビニオンを目指し、5月22日深夜アビニオンの教皇宮殿の門前にたどり着いた。サモンの光景は、アンジェロ・クラレーノの筆を通じて知ることができる。教皇は、多数の古門団に囲まれ立派な椅子に腰掛けており、一方の側にはコンベントアル派が、他方の側にスピリトアル派が控えた。 サモンとは、名ばかりで、実際には逮捕のための口実に過ぎなかった。強行制した、正義をの叫びの中、スピリトアル派の会始は一人一人連行され、投獄された。ヨハネス22世アビニョンに呼び出された、スピリトアル派の修道士が、監獄に収容されている間、数ヶ月は何事もなく過ぎたが、三百十七年十月、ヨハネス十二世は、強行直所。 クオルムダムエクスイギトを発し、フランシスコ会の修道士は、修道会総長が粗末な総意をやめさせ、穀物層、ワイン層の設置を認可する権限を持つことを認めようと、命じた。教直は、製品は、偉大なあり。しかれども、構成は、さらに偉大であり、もし完全に保たれるならば、すべての中で服従こそが最も善気ことであるの、言葉で結ばれていた。結局、 ヨハネス22世が求めたことは、修道会総長の権威に、そして最終的には教皇の権威に服従することであった。この教職を受けて、16代総長、多数の修道士はこれに従ったが、なおも20名は抵抗した。そこでヨハネスは抵抗するスピリトアル派についての判断を13人の神学者からなる委員会に諮問した。神学者たちの答えは、 あくまでも復従を拒み続けるのであれば、異端として断罪されるべきであるという見解で、一致していた。ヨハネスはなおも、強直を受け入れない、修道士を、フランシスコ会の異端審問官僚、ミシェルルモワーヌに委ねた。最終的には5名を除いて、異端的立場を捨て、教皇と総長に教授も誓った。最後まで、不復従を貫いた5人は、異端とされ、 直前に改審した一名の未終身刑に処せられ、他の四名は世俗の手に渡され、1318年5月7日、マルセイユにおいて家計に処せられた。ローマ教会が公認した改則にあくまでも忠実で、あろうとした人々が生きながら、火破りに処せられた。その光景には、多くの人々が衝撃を受けた。この後、1328年までの10年間、 イタン新によるイタン狩りが行われた。マルセイユやモンペリエ、トゥルーズなどから多くの男女が地方の私牧権力や世俗権力からの協力を得て逮捕されイタン新官たちによって尋問された。イタン狩りの対象となったのはスピリトアル派の信念を曲げなかった人々とペガンと呼ばれた多くの在俗信徒の支持者たちであった。年、フランシスコ会は キリストと十二使徒が私有財産を保有しなかったのは正当な神学的見解であることを公式に表明した。この見解はスピリトュアル派に近い考えであったため、ヨハネス二十二世はこれを異端と非難、フランシスコ会は教皇に従うものと従わないものとで再び分裂した。一方、こうした厳しい弾圧に対し、スピリトュアル派はフランシスコ会主流派のみならず、 カトリック教会に対しても公然と反抗、修道士たちは教皇制度の批判を展開した。教会はイエス自身も富を尊重していたと主張し、スピリトアル派に対する異端審問を強化して、監禁や家計に処し、さらに彼らの修道院を破壊するなど弾圧を加えた。ヨハネス十二世は次々に教職を発布して、今までフランシスコ会に与えていた特権を撤回し、 キリストの製品をあくまでも主張することは、異端的であるとして、製品の立場からのあらゆる批判を封じようとした。これはしかし、フランシスコ会主流派をも動揺させ、総長チェゼーナのミケーレやペルガモのボナグラフや、オッカムのウィリアムらは、教皇を異端と非難し、1328年、ヨハネス22世と対立していた、神聖ローマ皇帝のルートィヒ4世の元に逃れ、 ヨハネス22世の敗を要求した。スピリトゥアル派も、また、皇帝ルートビヒ4世と連携し、フランシスコ会員のピエトロ・ライナルドッキを、対立教皇のニコラウス5世として、ローマに擁立する事態となった。同年、ルートビヒは、アナーニ事件の首謀者の一人で、コロンナ家のシア・ラ・コロンナから、ローマ市民を代表して、提刊を受け、 ヨハネス22世の教皇範囲を宣言した。しかし、1330年、対立教皇ニコラウス5世は、アビニョンのヨハネス22世に降伏した。チェザーレのミケーレの流れを組む人々は、後に、南イタリアのナポリ王国やシチリア王国に逃れ、フラティチェッリと呼ばれる、スピリトゥアル派の残党と合流した。スピリュアル派の反抗が収束したのはようやく1354年に、 なってからのことであった。しかし、彼らの主張はそれ以前にすでに多くの支持者を集めていたのであり、目視録仲介を表した、ラングドックのペトルスヨハンニス・オリービは、ペガンと呼ばれた一般信徒たちから、非公式の聖人として数形されたのであった。カプチン会を開いた、マテオダ・バッシ1378年から1417年にかけての、いわゆる、 教会大分裂の時代には、フランシスコ会もそれぞれの教皇を支持して分立する状態となった。教会大分裂が起こった時の総長は、レオナルド・ロッシであったが、アビニョン教皇のクレメンス7世を支持したために、ローマの教皇ウルバヌス6世は、ルドビゴ・ドナティを総長代理とするなど、フランシスコ会の人事に介入した。1409年に、ピサで、 公会議派の教皇アレクサンデル5世が選出されると、当時のローマ派の総長、アントニオ・ビニティはピサ派に同調し、ローマは別の総長を立て、フランシスコ会も3分した。分立した各教皇は自派に、フランシスコ会を引き込んで、様々な恩天を付与したために、フランシスコ会は再び分立したのみならず内部の腐敗が進み、製品の精神は叱貫した。それぞれの総長も、 事故の基盤をより確実なものにするために、これに乗じて様々な特典を、開始たちに与えたので、規律の乱れは一層増長した。1471年に、ローマ教皇に就任したシクストス四世が、教皇に選ばれた理由の一つは、学識の高さであり、もう一つは有力者に気前よく、賄賂を送ったことであった。教皇になってからも6人ものおいを、 数奇教に任じて、親族登用を行い、縁故主義により、親類演者に金銭と役職を惜しみなく与えた。一方、フランシスコ会では、14世紀後半以降15世紀にかけて、このような修道会内部の腐敗に厳しい批判を向け、快速を厳格に守ろうとする運動が起こってきた。彼らの標語、快速の遵守から、このような改革派をオブセルバンティス派といい、 かつてのスピリトゥアル派的主張を吸収した。これにに対して保守派はコンベントゥアル派と呼ばれた。コンベントゥアルとはコンビントの語に由来するもので、当時都会に所在する修道院やそこに定住する会員を指した。この故障は聖フランシスコの生きていた時代から存在した。快速派の運動は継続的なものとなり、やがてフランシスコ界の主流を占め、さらに 16世紀には、快速派の中から、イタリアのレフォルマーティ派、フランスのレコレクト派、スペインのアルカンタラ派など、内部改革の運動が生じた。1517年、教皇レオ10世によってコンベンツアル派と改革派は、正式に分割されたが、正式な修道会としての成立は、レオ13世の治世を待つ。主流派は改革派となった。1525年には、 イタリアの三方の伝通に近いモンテファルコーネ、修道院で、マテオダバシシが、改革派の中から、後の、カプチン賞、先兄大会を起こした。カプチン会は、1528年、ローマ教皇教皇クレメンス7世の認可を受け、こうして、修道会派、快速派、カプチン会の3つの分派が成立した。1538年には、南イタリアのナポリで、 クララ会から分派した女子カプチン会も創設されている。カプチン会は当初はコンベンツアルコ崎兄弟会の庇護下にあったが、1619年に認可され、独立の修道会となった。宗教改革の際にも、フランシスコ会の会員は5万人の会員を要し、18世紀中央には、その数は13万人以上に増加している。上記のように、フランシスコ会では、 会自体の刷新を目指して多数の改革派が生まれた。1897年、教皇レオ13世は、改速派の再統一を行っている。フランシスコ会は現在、小崎兄弟会、コンベンツァル会、カプチン会に大別される。なお、アウシュビッツの聖者と言われたマキシミリアのコルベは、コンベンツァル会の出身であった。 20世紀後半現在の会員数は、第1回の場合、小崎兄弟会約2万人、コンベンツァル会約4千人、カプチン会約1万1900人、第2回、クララ会が約1万7千人、第3回の、立集会約1人、同修道場会約17万7千人、在世会約220万人となっている。フランシスコ会は、設立間もない頃から、 東方選挙に力を入れ、すでにフランチェスコ在世時に当時イスラームの勢力下にあったイベリア半島やエジプトなどで活動する修道士がいたことが知られる。フランチェスコ自身も十字軍に同々し、中東で選挙を行っている。東方教会の根拠地である旧オスマン帝国領内などにあるカトリック教会は、現在でもその多くがフランシスコ会によって、 その運営が支えられている。エルサレムの聖墳墓協会、ベツレヘムの聖誕教会やミルクグロットなどはその恒例である。また、対抗改革の時期にはイエズスカやドミニコ会と並び、新大陸と称された北アメリカ大陸、南アメリカ大陸やアジアなどの海外選挙に積極的に携わった。フランシスコ会の成立した十三世紀はイベリア半島では、 レコンキスタ、中東、地中海地域では十字軍の最中にあったが、ユーラシア大陸では、モンゴル帝国が広大な半島を築いた世紀でもあった。ローマカトリック教会は、イスラーム勢力を攻撃するためにも、モンゴルと和親を結ぼうとして、プラノカルピニ、ウィリアムルブルック、ジョバンニダ・モンテコルビーの、ジョバンニデ・マリニョーリを相次いで、モンゴルに派遣したが、 彼らはいずれもフランシスコ会の会員であった。特にモンテコルビーノは約30年間中国に滞在し、大都に教会を営み、新約聖書のモンゴル語訳、中国語訳を著述するなど、単に外交施設としてではなく宗教者としての活動が顕著であった。クリストファー・コロンブスのインディアス発見当時、フランシスコ会はドミニコ会と並んで多くの会員を要し、 活動的な修道会であった。その一部には一種の終末論的傾向もあって、新大陸への福音活動に対する熱意には強いものがあった。フランシスコ会はコロンブスの計画の良き理解者として知られており、一貫して熱心な支持者でもあった。コロンブスの1492年の公開の期間報告はフランシスコ会主の間で大反響を呼び、 その2回目の公会に際しては少なくとも2名の会主が公会に同行し、サントドミンゴ島での戦況の草分けとなった。1503年、最初の修道院がサントドミンゴに創設され、1505年にはサンタクルス管区が設けられて、フランシスコ会主による戦況の高級的な組織化に道を開いた。今日のアメリカ合衆国のカリフォルニア州、アリゾナ州、 ニューメキシコ州などの選挙もまた、メキシコより北上するフランシスコ会士によって始められた。このように、インディアスの中心から地方に、さらに辺境へと向けて選挙していくことに関しては、フランシスコ会は、先駆的役割を担い、また、選挙活動の範囲も数ある、修道会の中でも最も広かったものと推定される。なお、ワシントン DC には、 アメリカフランシスコ会私学会という学術機関があり、その歴史的研究を進めている。ローマでのハセクラ・ツネナガとルイス・ソテロ日本でのフランシスコ会の活動は、1593年のペドロ・バブチスタの宣教を講師としている。16世紀のキリスト教伝来以降、フランシスコ会はすでに日本人の修道者会員、財政会員を獲得していた。 17世紀半ばまで60名余りが殿堂に従事、したが、秀吉追いで江戸幕府の近況政策のもと、そのほぼ半数が殉教した。開国後の1862年、これらの殉教者の一部が、ピウス旧姓によって劣勢されている。現在、日本では三派合同して第一回約300名が、活動しており、フランシスコ海の聖書研究所では、 カトリックの公認日本語訳聖書であるフランシスコ会訳聖書を刊行している。なお、1985年から2004年まで新潟教区長を務め、翌2005年1月に死去したフランシスコ佐藤圭一司教もフランシスコ会の出身だった。シエーナのベルナルディの執筆にあたっては以下の処分権を参照している。ありがとうございます。